今から北陸学院大学社会学科旅木ゼミの発表を始めます。テーマは金沢マラソンに参加する障害ランナーの特徴とニーズです。発表は北陸学院大学安田大地と石本真奈が行います。よろしくお願いいたします。今回の調査の目的、内容です。目的は金沢マラソン2022、障害のある人の参加にかかる特徴やニーズ把握です。調査票は以下の内容で構成しました。障害ランナーの特徴、障害ランナー対応への要望、大会運営全体に関する評価、自由記述コメントです。このうち特に障害ランナーに関係する部分を報告いたします。一部2022年大会とともに2021、2019年大会の結果も合わせて報告します。なお各項目の結果と気づきを同時に述べ、最後に全体のまとめを述べます。調査票はフィニッシュ会場で感染対策を講じ、趣旨説明の上直接配布しました。多目的スペースは写真のもので、フィニッシュ会場に設置しました。障害ランナーが着替えなどのために利用する専用のスペースです。ここを利用する障害ランナーに調査協力をお願いし、回答記入はレース後として郵送で回収させていただきました。配布対象は88名、実際の配布数は73部、回収は41部でした。なお回答は無記名で、結果は研究目的及び年度以降の大会運営の改善に使用すること、統計的に処理され個人が特定されない旨調査表上に記しました。結果1、障害ランナーの金沢マラソンへの参加理由です。最も多かったのは一番上の障害者優先枠があるというものでした。また4番目の下線を引いた部分である、昨年の大会が良かったというものが多く見られました。実際回答者の7割以上がリピーターでした。この結果から優先枠の存在意義は大きいと考えています。参加者の中には一般枠で出場した人もいた可能性はありますが、今後障害のある人の参加を増やし、大会全体の充実化のためにも優先枠の意義は大きく、現在のように本人が選択できる形が継続されることが期待されます。その他この地域でのマラソンに興味がある、観光も兼ねられるなども多い傾向でした。自由コメント欄にも、もてなしドームにも障害のための観光ガイドがあれば良いと思うというものがありました。観光都市としての金沢市の地域特性が反映されたものだと考えますが、このことは大会参加のニーズの一部であるとも受け取れます。したがって大会以外の例えば観光や交通、宿泊、飲食といった部分において、障害のある人に有用な情報提供や対応を準備すれば、本大会はさらに参加しやすいものになると考えます。回答結果に回答者の状況です。ご覧のように3大会を見てみると、障害ランナーの内訳は肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、内部障害、精神障害、知的障害と多様になっています。またスライドが見切れていますが、県外の参加者は78名であり、県外からの参加が多いことがわかります。誰もが参加できる金沢マラソンを反映していると思います。引き続きニーズ調査やサポートを継続蓄積していくことが望ましいです。結果3です。障害ランナー対応に関する意識です。これは3大会の合計ではなく2022年大会のものです。5段階評価になっています。障害別に異なる傾向が現れており、上から順に見ていくと、障害ランナー用の給水・給食テーブルの設置では、肢体不自由、視覚障害、知的障害で高い傾向にあります。
この項目での自由コメントは、自由コメントについて、説明します。障害の方などには優先の給水テーブルがあった方がいい。左右右側、両側に給水テーブルがあるとありがたい。などのコメントをいただきました。次の障害別にゼッケンを色分けした方が良いでは、肢体不自由、内部障害、精神障害で低く、知的障害で高くなっています。3つ目の障害ランナーの表彰区分の設定では、肢体不自由、視覚障害、知的障害で高くなっていました。障害別に専用化の必要、または不要という特徴が現れています。一方で1万人以上の一般ランナーが走る大会で、例えばコース上に専用の給食ステーションを設けることなど、安全上、運営上の対応も考えなくてはなりません。今後は実現可能なあり方に向けて、当事者側のより具体的なニーズを聞き取りつつ、運営面の対応も検討していくことが望まれます。結果4です。障害ランナーが着替えなどに使える多目的スペースの評価はどの障害でも高く、5段階評価で 4.59 点でした。自由コメント欄にも多くの回答をいただきました。一部を紹介します。体が不自由なため、着替えるなどに時間がかかるし、スペースも必要なため、専用エリアを用意いただけるのは本当にありがたいです。障害者に対する配慮は、共生社会の実現にとても評価できる対応です。私の障害は、レース後の着替え場所についていつも悩まされていました。とても安心してレース後も過ごすことができました。他の人を気にせずに済み、あらゆる障害にも配慮していてよかったです。数多く参加してきましたが、多目的スペースは金沢マラソンだけです。とても助かります。などのコメントをいただきました。スポーツ参加にかかる潜在的なニーズの部分だと考えています。サポートや調査を継続していくと良いと思います。最後に全体のまとめです。参加者の障害は多様。参加理由では障害者優先枠があるが最多。着替えなどに使える専用スペースは前向きな評価。表彰やゼッケン、給水、給食などは障害により異なる特徴がある。優先枠や多目的スペースなどはスポーツの本質的な部分ではないものの、障害のある人にとっての参加につながることになり、前提となる基本的な環境の一部だと言えます。障害のある人にとっても参加しやすいスポーツの環境の整備が期待されています。対象となる障害ランナーは全体の出走者からはごく一部ではありますが、様々な事情がある人たちに配慮した大会、誰もが参加し楽しめる大会は当地域で開催されるスポーツイベントの価値や魅力を高めることにもつながると考えます。可能な範囲でサポートやニーズ調査などを継続、蓄積していくことを提案します。これで北陸学院大学の発表を終わります。ありがとうございました。